はい、どうも兄さんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、今回はリスナーさんからこんなお便りをいただきました。結局なんなんていつも思います。見てても感覚でやってんだろうって感じです。何も残りません。実行できません。うん、よう分かってるよね。感覚でやってるに決まってるやん。ほんまね、いちいち頭で考えてできるわけないし、あれか、動画見て10分20分意識してやったらできるとでも思ってんの？そんなやつおったらもうこの世のコーチは全員公園で段ボール暮らしです。じゃあね、コーチおったらできんのかって言われてもそれはできません。同じ人間という種族に生まれた僕と君の違いはテニスやってる物量かな。みんながね、彼氏彼女とイチャコラして勉強してる間、僕はねずっとムラムラしながらテニスラケット握ってね、ムラムラしながらアホみたいにボール打ってたわけですよ。もちろんね、上手くなるためにどうすればいいかムラムラしながら、考えながらな、それでもね、選手として飯を食っていけなかった僕をね憐れむのは人それぞれですけど、一つだけ言えるのは、最初は誰でもできんところから始まるわけで、みんな最初は頭で考えて練習してそれが体に馴染んでくるんですよね。まだそれを実感できてないってことでしょ。まあ一つのことをね継続してやって体に馴染む時間っていうのは人それぞれで、それは残念ながら才能です。やっぱりね、才能あるやつっていうのは馴染むのが早いです。要するに君はそれを実感できるぐらいまでムラムラしながら頭で考えてしっかり練習しましたか？僕はね、ムラムラしてましたって話。まあね、僕の動画は合わんってのあるかもしらんけど、それやったら他の動画見たらええわけだって、まあ、頑張れってことですね。はい。というわけでね、正論ぶちかましたところで本題に移りましょう。今回の動画は、サムネにもありますように、眼光人対眼光人の前衛の動きなんですけど、どうですか？皆さん眼光人同士でラリーしてるとき、やることあります？おそらくね、皆さんアホ面かまして往復するボール見てるだけじゃないでしょうか。で、ストレート来るときに限ってポーチに出てね、芸術的に綺麗に抜かれてるのが想像できます。そんなあなたに朗報です。今回はポーチに出る以外に後衛をサポートする方法を紹介します。僕がね、最初にバズった動画で効果的な前衛の動きっていう動画があるんですけど、その内容とはまた違う動きで、今回はペアのストロークを活かす動きです。例えばね、ストロークが得意なペアの時により使える内容となっておりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは本編どうぞ。はい、ということでね、今回はストロークを生かす動きということなんですが、まずはね、ちょっとプレーを見ていただきましょう。スナメリちゃんが後衛で僕が前衛です。で、スナメリちゃんは要所要所、ストレートに打ってますね。そこで見ていただきたいのが僕の前衛の動き。スナメリちゃんがストレートを打つときには必ず僕はセンターに立ってます。これをね、皆さんにやっていただきたい。正直ね、中上級レベルでもセンターケアをしている前衛は少ないです。むしろガラガラなので、オープンレベルに比べて中上級レベルのストレートアタックからの展開が圧倒的に少ないんですよね。やっぱりね、ストローカーを生かすためには前衛のセンターケアは必須です。自分が後衛の立場で考えると、センターがガラ空きの場合、後衛はね、みじんもストレートを打とうとも思いませんよね。打って万が一間抜かれたらストロークのせいですからね。ほんでストレート打たんかったら相手の前衛のプレッシャーをより感じる。というわけで、シングルスが得意でストロークに自信がある後衛でも、クロスラリーのミスが増えるというわけです。そこでね、ストローカーを生かすためにやることは一つ、後衛が打つときに必ずセンターをケアしてあげるということです。この動きをしっかりやってください。でもそうすると相手への前衛としてのプレッシャーがなくなるんじゃないか、次はアングルに打たれて決められるんじゃないか、いろいろとね疑問が残ると思うんですが、そのあたりを今からちょっと解説していきたいと思います。まず一つ目の疑問、
そんなにセンターよってストレート抜かれないのということなんですが、抜かれません。今見てもらってるように基本的に相手の後衛が打つタイミングでは必ずストレートケアしてます。でペアが打つまでにセンターに寄っておく。歩数で言うとね、横に2歩程度の動きですから、そんなに忙しい動きではないです。続いて2つ目の疑問、相手の後衛へのプレッシャーが弱くなるんじゃないの。そうですね、基本的にこっちの後衛がストレート打った時に2人の間が抜かれないようにセンターを閉じる動きをするので、前に立てば立つほど相手にプレッシャーは与えられますが、逆にね、前に立てば立つほど相手前衛から見える2人の間がね空くわけですから、センターケアの意味がなくなりますよね。がしかし基本的にセンターに寄ってるわけですから、相手後衛から見ると打つコースはねアングルかストレートしか空いてないので、相手へのプレッシャーには十分なってると思います。あとはねこっちの後衛が、まあ、ラリーで打ち勝ちそうであれば、センターケアしてから横に動いてストレートケアするんじゃなくて、縦に動いてね、ひたすらに、プレッシャーをかけていく。これでね十分相手へのプレッシャーになってるんじゃないでしょうか。でもね、あともう一つ前衛がセンターを取るっていう意味があるんですよね。それは相手前衛をコートのセンターに立たせないためです。前衛対前衛はいわばね陣取り合戦なんです。片っぽがセンターを取ればその相手側はなかなかねセンターに立ちにくいです。そうすれば相手のポーチも、防げますよね。そういう意味でもセンターに立つっていうことは非常に重要なことなんですね。そして最後の疑問、センターに立つとボレー打たれた時にアングル抜かれないということなんですが、これはね仕方ないです。が、ストレートアタックがね相当甘かったり読まれていたり、しなければ確率的にはかなり低いコースですね。ただまあね、後衛にストレート打つタイミング作ってあげて、甘くなってボレーでアングル抜かれるっていうのは正直、後衛のボールの責任です。まあ後々のこと考えると、甘くてもストレート打つことによって、クロスがね通りやすくなると思うので、まあアングル抜かれても僕的には、肉を切らせて骨を断つっていう感じだと思うんですけどね。まあテクニック的なところで言うと、高い打点のボレーはアングル持っていきにくいので、甘かったとしても、打点が高ければセンターを守るべきですし、むしろいいボールでも低ければ、センターの可能性は低くて、アングルとねストレートへの、返球の可能性が高いので、守るコースっていうのはある程度予想できるんですけどね。そんな感じでセンターに立つとアングル抜かれないっていう疑問に対しては、抜かれるのはしゃあないが対処の仕様はあるといった回答になるんでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひねこの動画見ていただいた方には、まあ、明日のレッスンからペアが打つときにセンターに立ってあげるというのを必ずやってもらいたいです。そのセンターに立つっていうのが相手前衛のプレッシャーにもなるので、ミスもね必ず増えますからね。やって損はない動きです。冒頭でも話しましたけど、まずはね考えて、最終的には体が勝手に動くところまで意識してやっていけば、今日の内容くらいであれば誰でも必ずできるようになります。まあ目に見えてね上達がわかるような動きではないんですが、ペアとしてはやってもらえると嬉しい動きです。いろいろ喋ったので理解が追いつかない方もいると思いますが、何回かね見てもらえたら絶対分かってもらえると思うんでね、ぜひ繰り返し見てください。というわけでね、今日はこの辺で終わらせていただきます。この動画参考になったと思った方はぜひね高評価の方もよろしくお願いします。それではおつさんぽ、バイバイ。